ロバート・マリオン・ラフォーレット・シニアは、アメリカ合衆国の政治家である。ウィスコンシン州からアメリカ合衆国会議員、第20代州知事及び共和党のアメリカ合衆国上院議員を務めた。1924年、アメリカ合衆国大統領選挙では、自分で作った、ンポ党の大統領候補として出馬し、ウィスコンシン州一州を制し、一般投票では、 全体の17%を獲得した。ラフォレットは、進歩主義を提唱し、鉄道トラスト、政党のボス支配、第一次世界大戦及び、国際連盟には声を大にして反対した人として、よく記憶されている。1957年、上院の委員会は、過去の偉大な上院議員5人の1人にラフォレットを、選んだ。1八十二年に、歴史家たちが行った、 アメリカ史の中で偉大な上院議員10人の調査は在任中の功績とアメリカ史の中で長期にわたる影響力をもとにその順位を問う形で行われ、ラフォレットはヘンリー・クレイと共に1位にランクされた。ラフォレットの妻、ベルケース・ラフォレットと2人の息子たち、ロバート・マリオン・ラフォレット・ジュニアとフィリップ・ラフォレットは1940年代のウィスコンシン州でその政党を率いた。 ラフォレットは政府に対する企業の支配が増大することに反対した疑いもなく最も重要で尊敬される指導者と呼ばれてきた。ラフォレットはウィスコンシン州ニューグラルスのすぐ郊外プリムローズでジョサイア・ラフォレットとメアリー・ファーガソン・ブキャナン夫妻の息子として生まれた。父方の曹操夫、ジョセフ・ラフォレットはフランスで生まれており、またイギリス人の先祖もいた。ラフォレットは デイン軍の田舎で成長した。1856年に父が死に、その後のママ父との関係が悪かったので、難しい子供時代を過ごした。ケーフの死後、母は一家の農園を売却し、ウィスコンシン州マディソン近くに引っ越した。ラフォレットは、ウィスコンシン大学マディソン校の授業料を稼ぐために、子供たちを教える学校を始めた。大学では、 社会的活動を楽しみ、かもなく、不可もない学生だった。学生時代、大学の学長ジョン・バスコムに、道徳、倫理及び社会的正義の問題で深く影響を受けた。ラフォレットは、弁論術を学び、上級生の時には、中西部の大きな弁論大会で勝利した。1879年に卒業した。ラフォレットは、大学在学中に、ベルケースと出会い、 1881年12月31日に、ウィスコンシン州バラブーのベルケースの自宅で結婚式を挙げた。ベルケースは女性解放運動の指導者となり、女性参政権を提唱し、ラフォレットの概念の発展に重要な影響を与えた。ラフォレットは短期間法律学校に通い、1880年に法廷弁護士として認められた。ラフォレットは、 法学の学位を得てから間もなく、デイン軍地区検事の一般選挙で共和党の指名を受け、1880年に当選することになった。この職を2期続けた後に、アメリカ合衆国会議員に当選し、これを3期続けた。この期間には、先住民族やアフリカ系アメリカ人の権利について擁護する立場で注目された。講演会方式に反対し、 保護関税を支持したことで、ウィリアム・マッキンリーが主催する会員再入委員会への委員指名を受けることになり、そこでは1890年の関税法を起草することに貢献した。しかしこの法は大変不人気であり、1890年に民主党が対象した時にラフォレットも議席を失った。ラフォレットは4期目に落選した後で、マディソンに戻り法律実務を始めて、 妻や4人の子供たちとの時間を多く過ごした。1890年代初期、共和党の大半は、決闘初期の反奴隷制という理想を捨て、企業の利益のための道具になってきたと考えるようになった。出身州であるウィスコンシン州では、産業や鉄道の利益が党に大きな影響を与えていると確信した。ラフォレットはこれに対応するために、 有権者の支配を強調する、党内独立組織を樹立し始めた。1891年、ラフォレットは、ウィスコンシン州選出の合衆国上院議員の一人で、強力な共和党指導者であるフィレタス・ソーヤーがある、裁判を決着させるために賄賂を送ろうとしていると、非難した。この出来事は、ラフォレットの党を改革しようという提案を具体化した。 ラフォレットに従いた党の造反分子はインサージェンツと呼ばれ、党内でこれに反対する者たちはストールワーツと呼ばれた。インサージェンツはより直接的な有権者統制の必要性を強調し消費者の権利を擁護した。インサージェンツの改革要求は1893年の不況が経済、階級及び大半のアメリカ人が抱いていた。 倫理仮説を揺り動かした後では多くの支持を得た。1894年、インサージェンツは共和党の指導権をめぐって公然とストールワーツに挑戦し始めた。インサージェンツのニルス方言は1894年の知事選で投公人を求め、ラフォレットも1896年と1898年に続いた。大企業の支配を公然と非難する演説や、 より直接的な民主主義の要求はより大きな共感者を引きつけることになった。1905年、イリノイ州、リケーターでの大規模なシャトークア集会で演説するラフォレット1900年、ラフォレットはストールワートが支配していた候補者指名方法を一時的に妨げる同盟を形成した。候補指名を得た後では61軍を動き回り、 216回の演説を行い、20万人の人々に話しかけた。その選挙運動演説の多くは四輪入馬者の上から行われた。ラフォレットは10万票を得て1900年の知事選を勝ち取った。ラフォレットは1901年から1906年までウィスコンシン州知事を務めた。最初の任期では、鉄道手数料の設定を提案して、鉄道会社に 重課税を課し、直接予備選挙の仕組みを設立した。ストールワーツは、ラフォレットの政治課題を妨げたが、ラフォレットは、彼らとの妥協を拒否した。1904年の選挙では、ストールワーツが、ラフォレットの指名に反対することでまとまり、改革的法案をすべて妨害に動いた。ラフォレットは、インサージェンツ民主党員を結集させるためにより、広い同盟を形成し始めた。 なんとか主要法案を成立させ、鉄道税の構造には、いくらかの改良を加えることができた。衆議会の会期が終わると、ウィスコンシン州中を動いて、天候を取っていった。すなわち、進歩派を当選させるために人々に、ストールワーツ共和党員の投票内容を読んでいった。この選挙運動中、暴露的なジャーナリストであるリンカーン・ステファンズが、その選挙運動を取り上げたときに、 全国的な注目を得ることになった。報道に取り上げられたことや再選に成功したことで、ラフォレットは全国的な人物に浮上した。巨大複合企業に対するメッセージは、より多くのジャーナリストや進歩派を引きつけた。知事としてのラフォレットは、数々の進歩的改革を実行し、最初の労働災害保障の仕組み、鉄道手数料の改良、直接立法、支持地検証、 開かれた政府最低保障賃金、党派によらない選挙、開かれた予備選挙の仕組み、上院議員の直接選挙、女性参政権及び進歩的税制度を打ち立てていった。進歩的政策を発展させるときに、州政府とウィスコンシン大学との密接な連携の雰囲気を作り、これはウィスコンシンアイデアと呼ばれることになった。ウィスコンシンアイデアは研究者や 専門家の関与を通して法制の根拠を作る概念に発展した。この計画を実行するためにラフォレットはウィスコンシン大学マディソン校との共同作業を始めた。このことでウィスコンシン州は民主主義の実験室となり進歩的法制の発展に最も重要な州ということになった。ラフォレット知事はウィスコンシン州法制参照と書室を創立する方に署名し、 研究員が法の発展に有用であるように固めた。アメリカ合衆国上院議員に対する自己指名ウィスコンシン州議会の1905年政治課題の一番目は合衆国上院議員を選ぶことだった。ラフォレットは自分自身を指名し、衆上院によって確認された。知事としての務めを続けながら、1906年1月1日まで合衆国上院議員を空席にしており、 この日に知事を辞任して合衆国上院議員となった。この異常な行動は1904年の綱領が、ウィスコンシン州で実行されることを保証するためだと、公に宣言した。マイクの前に立ち拳を握りしめるラフォレットラフォーレットは、その人生の残り、すなわち1906年1月2日から1925年に死ぬまでが衆国上院議員を務めた。上院議員の間に、 アメリカが第一次世界大戦に関与することに強く反対し、自動労働法、社会保障、女性参政権及びその他の進歩的改革を推進した。友人部イデブスやその他戦争反対者の告発に反対し、ウォレン・ハーディング政権中のティポットドーム、スキャンダル調査を始めるときは中心的役割を演じた。ラフォレットは周期的に 神経を逆なでる才気あふれる演説家だったので、長年の間に多くの敵を作り、特にアメリカが第一次世界大戦に参入することに反対した時と戦時中の言論の自由を防御した時は顕著だった。セオドア・ルーズベルトはラフォレットがアメリカの商船の武装に反対した時、公主刑にすべきスカンクと呼んだ。上院でのラフォレットの同僚の一人は、 ラフォレットがウッドロー・ウィルソン政権による1917年の対独宣戦線要求に反対したとき、ドイツ政府の主派によりも善良なドイツ人だと言った。1906年、ラフォレットがワシントン DC に戻ったとき、アメリカ経済は企業統合が進み財政力が少数の者の,の手に集約されることで変わっていた。上院議員のネルソン・アルドリッチや、 ジョンシー・スプーナーはこれら少数の財政的特権階級の利益を代表するものと広く見られていた。ジャーナリストのデイビッド・グラハム・フィリップスは院内で汚職や企業利益への癒着を公然と非難する上院の裏切りと題する一連の記事を書いた。アルドリッチは保守派の指導者として、ラフォレットやそのインサージェンツのメンバーを重要でない委員会に割り当てることで、 その実行力を制限することができた。ラフォレットはこれに反応して消費者の権利を要求できるあらゆる機会を利用した。議会が閉会になると全国を演説旅行し消費者に不利な投票を行っていると考えられる。上院議員を暴露するために読み上げを行った。この旅行で全国的な追随者が大いに増えた。ラフォレットは首都に戻ると 進歩派の指導者と目された。ジョナサン・ドリバー、アルバート・カミンズなどとともに公式に近い集団を形成した。これには、ステファンズ、フィリップスのような暴露的ジャーナリスト及び、ルイス・ブランダイス連邦最高裁判所判事も加わり、議会や司法会における保守勢力を制限するための問題や戦略を話し合った。この討論会を広げるために1909年には、 ラフォーレットウィークリーの発行を始めた。ラフォレットは、そのアメリカ経済に関する恐れが銀行家の1907年強行の間に確認されたと考えた。ラフォレットは、アルドリッチの提案に反対した。その計画は一部を鉄道再建に、裏書きされた緊急通貨5億ドルを発行し、経済の集中化を確立し、自由主義制度を潰すものと見られた。 ラフォレットの上院における困難さは、仲間の進歩派、セオドア・ルーズベルトが再選を望ます、ウィリアム・タフトが大統領になったことで悪化した。第一次世界大戦へのアメリカの関与に対する反対上院議員としてのラフォレットの最も顕著な立場の一つは、おそらく第一次世界大戦へアメリカが参戦することに対する反対であり、 ウッドロー・ウィルソン大統領戦時政策を批判したことで失敗した。歴史家のトマス・ライリーは当時の共通の感覚を要約し戦争に反対した者の,の誰よりもラフォレットは紛争に反対しウィルソンの政策を非難する象徴的立場だったと言っている。ラフォレットはウィルソンの国内政策の大半は慎重に支持したが1916年までに その外交政策については批判の度合いを増した。1917年から1918年の間、ラフォレットはアメリカが戦争に関与する権利がなく、嘘と疑瞞で引きずり込まれたと主張して、多くの者の目には、国中で最も嫌われている者と映った。ラフォレットたち第一次世界大戦参入に反対した者は、妥協しない人と呼ばれた。第一次世界大戦において、ラフォレットは、 当初からどちらの側にも反対した。大統領に商船を武装させる権限を与える武装船舶法の成立を妨害する指導者だった。この手段に反対する演説では、その主要な支持者はイギリスで結成された国際商船会社に従属するものだと指摘した。彼の目にはこの法案がイギリス海軍本部からの命令を受けるイギリス選手にアメリカの報酬が役立っているように見えた。 中立国であると宣言する我々はアメリカの大砲やアメリカの報酬を事実上イギリス海軍本部の命令下に置いている。この手段に対するラフォレットの反対はウィルソン大統領をして彼ら自身の考え以外の何も代表しない頑固な人の小さな集団の一部と呼ばせた。ほとんどの報道発信地は論説や政治風刺漫画で ラフォレットを非難したを受ける姿を描いて嘲笑した。戦争に参入することに対するラフォレットの頑固な立場に上院議員ジョン・シャープ・ウィリアムズはラフォレットのことをドイツ人よりゴート族よりにかなり近くバンダル族よりと呼ぶことになった。ラフォレットは新聞の論説や政治風刺漫画で非難された。アメリカが戦争に参入した後は徴兵制。 スパイ法及び大統領の戦費調達対策に反対する指導者となった。1917年8月11日、ラフォレットは戦争目的決議案を提案し、アメリカがその戦略目標をはっきり宣言すること、領土併合の目的での戦争継続を非難すること、及び連合国が即座に休戦条件を再表明することを要求する。 こと、を盛り込んだ。1917年9月20日、ミネソタ州セントポールでの非政党同盟集会で演説を行い、戦費課税を論じた。聴衆の質問に答える形で、アメリカは苦情を受ける一方で、ドイツ人の手で戦争を引き起こすには十分でなかったと言った。私は、アメリカ市民の権利が、外国の旗をなびかせる船に乗せた谷役に、 かかっているという比較的小さな特権では、あまりに小さすぎてこの政府が何百万もの命を失うことに関与できないと言っているのだ。ラフォレットは大統領がルシタニア号に弾薬が乗っていることを知っていたが、アメリカ人が乗船することを妨げなかったと主張した。多くの徴収が喝采した後で、続いて戦時の言論の自由を弁護すると、 結合の後で、スタンディングオベーションを受けた。この演説には3つの即記録があったが、AP 通信が、ラフォレットは、我々はドイツに対して苦情はないと言い、ルシタニア号の沈没は正当化されると言ったと、ご引用した。AP はさらにこの集会は不実だと決めつけた。ラフォレットは、国中の発言者や編集者によって裏切り者と、呼ばれた。歴史家のデイビッド・セレンは、 セントポール演説の後ラフォレットが反戦論者を抑圧する公的運動と受刑団運動の主要対象になったと報告している。多くの組織がラフォレットの除名を要求する決議案を連邦議会に送った。この中には影響力あるミネソタ州公安委員会が1917年9月29日に上院に送ったものも含まれていた。 ラフォレットは不実と先導という告発に反応して上院で演説を行える時間を手配してくれるよう要求した。その演説は1917年10月6日ということになった。議会におけるラフォレットの敵対者たちがそのスケジュールを操作してラフォレットの後で彼らが演説できるようにし、いかなる反論もできないようにした。大衆は劇的な展開を感知して、 傍聴席を埋め、上院議員の大半はすべての演説が聞けるように出席することを保証した。ラフォレットは演台に上ると、戦時の言論の自由を守るために用意した演説を、感情を抑え客観的な態度で読み上げた。ラフォレットが演説を終えると同時に、拍手の爆発が起こり、議長が小槌を叩いて、静粛を求める必要があった。この演説は、 戦時の言論の自由を求める古典的議論として今も支持されている。ラフォレットの演説後、フランク・ B ・ケロック、ジョセフ・テイラー・ロビンソン及びアルバート・ B ・フォール各上院議員が順番に戦争に関するラフォレットの姿勢を攻撃した。ロビンソン上院議員は、ウィルソンと民主党の闘争的で激しい党派心の強い擁護者だった。その演説は、 最近7ヶ月間に行われたラフォレットに対するバラバラな攻撃を合成し演説が進むとより先導的にかつ悪口になっていった。ロビンソンの攻撃の辛辣さによって議場や傍聴席は完全な沈黙に陥った。UPI 通信社の特派員はロビンソンの演説を上院で勝って聞いたこともないような最も慎みのない言葉と表現した。 ラフォレットはその議席に微動だにせず座っており、ロビンソンがその拳をラフォレットに向けて振った時ですら変わらなかった。ロビンソンはその演説の結合近くで上院の監修を犯し、その仲間に直接話しかけ、ラフォレットを指さしながら、私はあなたの寄って立つところを知りたいと叫んだ。ラフォレットは閉会まで。 他の上院議員に反論するために演台に上ることを認められていなかったが、フォール上院議員は簡単な声明を行うことを認めた。ラフォレットのその後の上院在任期間を通じて、その敵対者たちは、ラフォレットが不実の告発で、再び演説を許されないよう手続き的な捜査を行った。ラフォレットの第一次世界大戦へのアメリカ参入反対は、 彼と学術上の友人の間で決別を生んだ。ラフォレットは反戦ドイツ系アメリカ人の間に新しい支持基盤を得た。皮肉なことにその息子、フィリップ・ラフォレットは第一次世界大戦でアメリカ軍士官として従軍した。1911年、ラフォレットは大統領選挙への出馬の背後で共和党内の革新派を動員する運動を始めた。 1912年2月には、指導的雑誌編集者を集めた前で悲壮な演説を行い、その安定性について多くの者は疑いを抱くようになった。その支持者の多くは、ラフォレットを離れて、セオドア・ルーズベルトに着いた。1912年、アメリカ合衆国大統領選挙では、辛い思いをしていたラフォレットがアルーズベルトと、ウィリアム・タフトの双方に反対した。 元は同盟者であったフランシス・ E ・マクガバン知事がルーズベルトを支持したとき、ラフォレットはマクガバンと決別し、エマニュエル・フィリップ以下の共和党保守派が1914年の選挙でウィスコンシン州での決定的な支配を得ることを許した。ラフォレットは1912年から1920年まで州内での影響力が薄れた。 1924年大統領選挙で自動車から群衆に呼びかけるラフォレット1924年、連盟のオフ労働者党がその大統領候補としてラフォレットの指名を求めた。連盟のオフ労働者党あらゆる革新的政党を統合して単一の全国的労働者党を作ろうとしていた。しかし、1923年の厳しい集会の後で、 共産主義者が支配する労働者等が全国組織を支配するようになった。セントポールで行われた1924年度の集会の直前にラフォレットは共産主義者を非難し連盟のオフ労働者等の公認とされることを拒んだ。ラフォレットに冷たくあしらわれたために連盟のオフ労働者等は解体しミネソタのオフ労働者等のみが残された。ラフォレットはその代わりに 独立した、進歩党を決闘し、クリーブランドで、モンタナ州選出の民主党、上院議員バートン系ホイーラーを副大統領として、党の公認を受けた。アメリカ労働総同盟、アメリカ社会党、進歩的政治行動協議会、及び元連盟の不労働者等の支持者たちが、様々なもと、革新党 B 期進歩主義者や中西部、進歩運動活動家たちとともに、相次いで、 ラフォレットに加わり、進歩党を支持した。ラフォレットの綱領は、鉄道や電力設備の国有化、農夫に対する安い融資、自動労働の違法化、労働組合を支援する強力な法制、市民の自由のさらなる保護、ラテンアメリカにおけるアメリカ帝国主義の停止、及びいかなる大統領も、国民を戦争に再び導く前の国民投票を要求していた。 ラフォレットは現職のカルビン・クーリッチや民主党候補者ジョン・ダブルー・デイビスに続いて3位となった。一般選挙では得票率17%となり、ウィスコンシン州を制し、西部11州では得票数が2位になった。その地盤は、ドイツ系アメリカ人、鉄道労働者、アメリカ労働総同盟参加の労働組合、非政党同盟、社会党、西部の農夫、 および1912年にはルーズベルトを支持した多くの革新党ビー期進歩主義者からなっていた。ラフォレットが獲得した17%という数字は南北戦争以後の第三政党では最高の数字であり、1912年のルーズベルトが27%、1992年のロスペローが19%を獲得したのに続くものである。 1924年選挙の後、進歩党は回答した。ラフォレットは選挙後数ヶ月間心臓血管の病気を患い、ワシントン DC で死んだ。マディソンの西側近くにあるフォレストヒル墓地に埋葬された。ラフォレットの死後、その妻、ベル、ケースラフォレットは影響力ある人物と編集者であり続けた。その息子たち、フィリップと、 ロバートも政界に入った。1930年代半ばまでに、ラフォーレット家は新ポ党を改革し州内での勢力が戻った。ウィスコンシン州選出の連邦議員は一人を除いて、新ポ党だった。ラフォレットの息子、フィリップ・ラフォーレットは、ウィスコンシン州知事に当選した。もう一人の息子、ロバート・ M ・ラフォレット・ジュニアは、父の後を継いで上院議員となり、新ポ党。 農夫、労働党、アメリカ労働者党、及び様々な共和党と民主党の連邦議会議員からなる進歩主義会派を率いた。ラフォレット・ジュニアは1946年に共和党に戻り、予備選挙で元民主党上院議員、ジョセフ・マッカーシーに敗れた。ラフォレットの孫、ブロンソン・ラフォレットは1980年代にウィスコンシン州検事総長を務めた。 ラフォレットの娘フォーラと結婚して義理の息子になったのは義曲家ジョージ・ミドルトンだった。ありがとうございます。